ジョン・ヘニガンは、アメリカ合衆国のプロレスラー。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。WWE の新人レスラー発掘番組、タフイナフ3の優勝者である。高校時代は、レスリング部首相を務め、カリフォルニア大学デイビス校を経て2002年に、プロレスラーデビューを果たす。同年よりオベに所属し、ジョニー・ブレイズ、ジョニー・スペード、 ジョニー・スーパースターなどのリングネームで活動。2004年、WWERAW の GM を務めるエリック・ビショフの付き人として、ジョニー・ナイトロを名乗り RAW に初登場。ナイトロとは、かつてエリック・ビショフが WCW で携わっていた番組、マンデー・ナイトロに由来する。ビショフの付き人は短期間で終了し、欧米に降格した。 2005年4月14日、スマックダウンに登場。セリブというギミックで、ジョーイ・マーキュリー、メリーナと共に、MNM を結成、WWE タッグ王座をダッシュした。2006年、ジャッジメントデーにて、ポール・ロンドンブライアン・ケンドリックと王座戦を行うが敗戦。長期にわたり王座を保持してきた、ベルトを奪われた。その際にセオドア・ロングと抗論をした結果、 メリーナと共に首を言い渡され、RAW へ移籍となった。これは、シングルとしてプッシュするためのアングルのためであった。RAW 移籍後、WWEICO 王座を獲得して、ジェフ・ハーディーとの交渉を展開。2008年2007年、ECW に移籍。6月24日のベンジェンスでは出場予定だった、クリス・ベノアが欠場したため代わりに、 ECW 王座に挑戦し、ダッシュに成功する。王者となったと同時に、記者会見を開き、ドアーズのボーカリストのジム・モリソンにちなんだ、ジョン・モリソンへと解明した。その後 CM パンクに敗れて ECW 王座を失ったが、ザミズとのタッグで活動し、11月には WWE タッグ王者となった。2008年はタッグ王者として防衛を続ける傍ら、 レッスルマニアとエンティォーのマネー・イン・ザ・バンクラダーマッチに初参戦。破れはしたものの、見せ場を十分に作り評価を上げた。7月20日のグレート・アメリカン・バッシュのフェイタル・ヨンウェイで、WWE タッグ王座を明け渡すも、同年12月に行われたハウスショーで再びザ・ミズとのタッグで、世界タッグ王座を奪った。2009年2月。 当時 WWE タッグ王者だったカリートプリモと構想を開始。4月5日のレッスルマニア XXV のダークマッチのタッグ王座統一戦に敗れ王座を失う。翌日の RAW で再選権を行使し、王座に挑戦するも再び敗れる。同月13日に行われたドラフトにより、水が RAW へ移籍することとなった。その際に、 リングで水と最後の握手を交わし、別れを惜しんでいたが、突如水に攻撃され、タックは解散となった。追加ドラフトにより、スマックダウンへ移籍。移籍後は、フェイスターン時、シェルトン・ベンジャミンと交想する。ベンジャミンとの交想終了後は、エッジ、CM パンクなどと対戦し、いずれも、好勝負を見せた。この頃からその高い身体能力と功績などから、解説に、 第2のショーン・マイケルズと呼ばれるようになる。7月には、ジェフ・ハーディの持つ世界ヘビー級王座に挑むが、王座ダッシュとはならなかった。9月にはレイ・ミステリオから、i c o 王座をダッシュし、以降は、i c o 王座の第1挑戦者のドルフ・ジグラーと、構想を展開。その後は、ドリュー・マッキンタイアとの構想を開始するが、12月13日の、TLC で破れ王座から転落した。 2010年、トリビュート・ツーザ・トゥループス2010-2010年に入ると、マッキン・タイアとの構想は、うやむやになってしまい、アール・トゥルースとのタッグで、レッスルマニアイクスビにおいて、ビッグ・ショーアンドザ・ミズが保持する統一タッグ王座に挑むが、王座獲得とはならなかった。4月26日の RAW で行われたドラフトにより、RAW へ移籍が決定する。 NXT シーズン2では、イーライ・コットムッドを指導するプロとして登場している。10月、サンティーノ・マレラウラジミール・コズロフ組と抗争していたシェーマスの邪魔を毎回のようにしたため、シェーマスとの抗争に発展。11月のサバイバーシリーズでシェーマスとの一気打ちに挑み勝利した。11月に2年ぶりに開催されたキング・オブ・ザ・リングでは予選でタイソン・キット、 一回戦でコーディローデス準決勝でアルベルトデルリオを破るが、決勝でシェーマスに敗れ準優勝に終わった。2011年の最初の RAW で、前年の TLC でシェーマスとのラダーマッチを制して手に入れた WWE 王座挑戦権を行使し、元タッグパートナーの水とエニウェア、フォール形式での WWE 王座戦を行い、肉迫するも、 破れ王座獲得はならなかった。4月3日のレッスルマニア X バイでは、トリッシュ・ストラタスニコール・スヌーキー・ポリッチとタッグを組んで、ドルフ・ジグラーミシェル・マクール・レーラと対戦。スヌーキーがミシェルからホールを奪って勝利した。アール・トゥルースと他元を分かってからは主に、US 王座戦線で活動していたが、11月に対談が発表された。WWE 離脱後、 2012年2月4日、本名名義であるジョン・ヘニガンで、フィリピンのマニラで行われた、WWFX に参戦。同団体の王座である、WWFX ヘビー級王座をかけて、元、WWE のシェルトン・ベンジャミンと対戦して、勝利し、初代、WWFX ヘビー級王座保持者になった。2013年4月4日、ニュージャージー州を拠点とする、 PWS のサプルカードナイト1にて、イライジャバークと対戦。最後にスターシップペインを決め勝利。同月5日、PWS、サプルカードナイト2にて新日本プロレス所属の、重心サンダー・ライガーと対戦。ライガーボムから垂直落下式、ブレインバスターをつながれようとしたところを逃れ、スターシップペインを決めて勝利した。6月21日。 ニューヨーク州を拠点とするフウェイのウェルカムツーザ・ランブルに似て、フウェイヘビー級王座を保持するカリートと対戦。終盤にサモアンドロップをクラウが切り返して、スターシップペインを決めて勝利し、ベルトをダッシュした。同月22日、トミードリーマーが主催する法の方に似て、フウェイヘビー級王座防衛戦を行い、ニコールド・スコーピオと対戦して勝利。王座防衛に成功した。九月八日。 プエルトリコの団体である WWL のドリームマッチャスツアーにて WWL 世界ヘビー級王座を保持するモンスターペインに挑戦。モンスターペインのマネージャーであるミストレスグレンダの介入などもあって我慢しきれなくなり、最後にマウントの状態で上に乗るとマスクを剥がし無効試合となった。2014年10月29日、メキシコのメジャー団体であるトリプル A が アメリカにて主催する、ルチャーアンダーグラウンドにジョニー・ムンドのリングネームで参戦。プリンス・ピューマと対戦。最後に C4 からジエンド・オブ・ザ・ワールドへと繋げて、勝利した。試合後には、お互い握手を求め認め合った。11月5日、プリンス・ピューマと組んで、クレーンショークルーと対戦。最後にダウンしている両者に対して、プリンス・ピューマと、 両コーナーから450度スプラッシュを決めて勝利した。同月19日、クレンションクルーのボディガードとして登場したビッグ、リックにより試合を壊され12月10日、ビッグリック、プリンスピューマとの10万ドル争奪3ウェイ、ラダーマッチにてクレンションクルーの乱入もあり、苦しめられるが終盤に、天井から吊るされた10万ドルの入ったブリーフケースを、はしごから取ろうとしたビッグリックに対しに空いていた。 はしごに飛び移り、ビッグリックを突き落として、ブリーフケースを獲得した。2015年1月31日、PWS フローズンフォールアウト2015にて、サブウーと対戦して勝利。3月、キングクエルノとの交想を展開。同月11日、刑事マッチによる決着戦を行い終盤に、金網状で競り合ったところをマスクを掴んで投げ落として、 脱出を試みようとするが思いとどまると食えるのに、向かってジエンドオブザワールドを決めて勝利した。5月24日、ルチャドールによるワールドカップといえるトリオトーナメント、ビクトリアルチャリブレワールドカップに、ミスターアンダーソンマット・ハーディーとティネルチャアンダーグラウンド連合チームを結成。決勝まで勝ち進むが、メキシコドリームチームと対戦して敗戦し、 準優勝という結果に終わった。6月14日、トリプル A ベラーノでスカンダロー2015にて、ルチャーアンダーグラウンドの資格として初登場を果たす。エルメシアスペンタゴンジュニアと組んでレイ・ミステリオ・ジュニアミステシス、アンドラ・パルカと対戦するが最後にペンタゴンジュニアが、ミステリオより、カナディアン・デストロイヤーを暗い敗戦した。7月18日、 ホーナインに参戦。トニー・ニースと対戦して終盤に、ニースの450度スプラッシュを避けると、ジエンド・オブ・ザ・ワールドを決めて勝利した。10月4日、トリプル・ a ヒーローズ・イーモーターレスナインにて、ブライアン・ケージをセコンドに引き連れて、トリプル・ a 世界ヘビー級王座を保持する、エルパトロン・アルベルトに挑戦。場外での机への叩きつけやレフ・フェリーへの暴行など、反則の限りを尽くし、終盤には、 アルベルトのフィニッシャーである、クロスアームブリーカーを極められるも、ケージより渡されたギターで叩きつけ、ホールを奪うがレフフェリーによる、反則裁定により敗戦となった。同月24日、PWS にて、ロブ・バン・ダムと対戦。試合中に、観客から、ECW ちゃんとが飛び交う中、最後にジ・エンド・オブ・ザ・ワールドを決めて勝利。試合後には、RVD を叩いて、 自らが先導して、観客と共に、RVD ちゃんと行った。2017年8月9日、GFW と契約を交わす。同月17日、GFW デスティネーション X にてプロモーションを展開。ジョニー・インパクトと名乗る。2018年6月、元インパクトレスリングで、トリプル a 所属の女子プロレスラーである他や、バルキリーと結婚。 10月14日、バウンドフォークローリーにおいて、オースチンエリーズを破りインパクト世界王座を獲得。2019年7月、インパクトレスリングを退団。2019年12月、WWE と複数年契約を交わし、約8年ぶりに復帰。それに伴い、リングネームをジョン・モリソンに戻すことになった。2020年2月27日、 スーパーショーダウン2022で、かつてのパートナーである水と再びタッグを組み、WWE スマックダウンタッグチーム王座を保持するニューデート対戦し勝利、王座ダッシュに成功する、スーパーキック、スタシップペーン ECW 王座 IC 王座、WWE タッグ王座、WWE 世界タッグチーム王座インパクト世界王座、ありがとうございます。